はい、むしゃむしゃです、今回は Apex Legends で今話題の R5 Deloaded というモッドの中でヘッドアップディスプレイや UI、レティクルなどを消す方法についてご説明したいと思います。冒頭でも記載しましたが、この動画は R5 Deloaded を導入まで行った方向けの動画になりますのでご注意ください。今回紹介するヘッドアップディスプレイや UI、レティクルなどを消す意味としては、エディットやモンタージュ動画などを作成の際、キルクリップの間にシネマティックな動画を挟むことで緩急をつけたり展開を変化させるなど、モンタージュをより効果的に演出することができます。通常の Apex ではそれらを消すことはできませんが、 R5 Deloaded では少し設定するだけで全て消すことができます。少し説明が長くなりましたが、今回はモンタージュ作成者が苦労したであろう部分の手間を省いて、かつより綺麗にシネマティッククリップを作成する方法をご紹介いたします。ということで、無事マップに出てきたらメニューからデベロッパーメニューを押します。ここでたくさんの英語の項目が出てきますが、今回使用するのはこれらと3種類のコマンドを入力するだけです。まず最初にこのまま項目を選択しても何も起きないので、キーボードからインサートキーを押してコンソールを表示させます。コンソールが開いたら、下の入力できるところに以下の文字を入力してください。これを入力したことにより先ほどの項目が使えるようになります。そしたら先ほどの項目の中の TOGGLEHUD という項目を選択しましょう。するとスキルや体力などの UI が全て消えました。ですがまだレティクルが残っているので、次はこちらを消します。項目の中に Toggle Model Viewer という項目があるので選択しましょう。この項目の本来の効果はあまり分かっていないのですが、とりあえずレティクルを消すことができます。ただ今度は左下にコントローラーの UI が表示されたので、先ほどの Toggle Model Viewer をもう一度選択しましょう。そうすると UI も消えてレティクルもそのまま表示されません。これでゲーム内表示は消えたのですが、まだ上に2つ情報が表示されているので、最後にこれらを削除しようと思います。インサートキーを押してコンソールを表示してください。今度は入力欄に以下の文字を入力してください。そうすると右上の情報が画面から消えました。次に左上を消すので以下の文字を入力してください。これで左上も消えて、画面から余計なものは全て消えました。あとは好きな場所に赴いて撮影編集すれば、あなたも素敵なモンタージュが作れると思います。ここからは撮影の仕方を少しだけ説明します。 Toggle No Clip という項目を選択してみてください。少し分かりづらいですが、宙に浮いたり自在に移動できたりします。ただ現在の状態は立ち状態で一番遅いので、しゃがみ動作を入れたまま移動すると少し速くなります。この状態で撮影すると編集もしやすくなると思います。また目的の場所に素早く動きたい場合は、マウス右クリックをしながら移動すると素早く動くことができます。さて、いかがだったでしょうか。今まで撮影するためにカジュアルに潜ったり、1フレームずつレティクルを消したりと大変な作業だったと思いますが、これを使えばモンタージュ作成がだいぶ楽になると思います。ぜひ参考になったと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。それでは良いエディットライフをお過ごしください。